今回の街角ウォッチングは緊急事態宣言か首都圏シリーズとなります。最初は秋葉原です。今回は少しイレギュラーな動きをしました。今日は2021年2月4日です。東京に出かけた場合の最初の訪問先は神田明神と決めていますが、今回は秋葉原に立ち寄りました。2020年10月に来た時も神田明神、お茶の水、秋葉原の順でした。どうしても秋葉原で行きたい場所があり、その場所は17時までに行く必要があったからです。新幹線の東京駅到着が15時15分でした。荷物を軽くするためにホテルにチェックインしてから出かけました。用件を済ませ電気屋街を散策しました。前回は雨でビデオは回せませんでした。今日は打って変わっての快晴です。ゆっくり街を歩くことができました。仕事柄ということもありますが、秋葉原は好きな街です。40年以上も前からよく通った街です。昔は電気部品の店が乱立してマニアにはたまらない場所でした。その文化が引き継がれ、オタクという言葉が生まれた街です。メイド喫茶もここが発祥のはずです。 AKB48 のステージもこの近くにあります。大阪で比較されるのが日本橋です。同じ電気屋街ですが、街全体の綺麗さ、大きさとも比較になりません。日本一の電気屋街です。これで秋葉原の紹介を終わります。チャンネル登録をお願いします。